ダールカエルガメは、ヘビクビガメかカエルガメ属に分類されるカメ。カエルガメ属では唯一アンデス山脈より、西部に分布する。コロンビア固有主最大高潮21.5センチメートルとカエルガメ属最少種。背高は、非常に扁平で、上から見ると細長い。背高中央部の C 甲板は平坦で、背高中央部の円甲板はわずかに反り返る。背高の色彩は、 緑褐色や暗褐色一色。廃校と復興の継ぎ目や復興の色彩は単光色や黄色で、甲板の継ぎ目に沿って不明瞭な灰色の反紋が入る。頭部は大型で扁平。後方面は幅広く、顎の筋肉が発達しているため硬い獲物を噛み砕くことに適している。喉に左右に一本ずつ、髭状の突起がある。頸部は短い。頭部や、 頸部の背面の色彩は肺褐色や緑褐色、側頭部の色彩は単光色や黄色、覆面の色彩は高褐色。溶体は C 甲板にあまり発達しない筋状の盛り上がりがあるが成長に伴い消失する。低地にある森林内の河川や地層などに生息する。夜行性。水性傾向が強く、 水場が干上がったり産卵を除けば上陸することは稀。植生は動物食で魚類、両生類の養生、昆虫類,類、甲殻類、貝類、動物の死骸などを食べる。繁殖形態は卵性。水辺に1回に1から6個の卵を年に数回に分けて産む。分布が極めて限定され、生息数の少ない種と考えられている。加えて開発による 生息地の破壊、水質汚染などにより生息数は激減している。ありがとうございます。